はい、皆さん、こんにちは。チェでございます。プハダジのプロンです。やっていきたいと思います。もうね、もう笑っちゃってごめんなさい。もうね、宝探しだわ、このゲーム。じゃあもう、行きましょう。やっぱサウンドね、カードね、意味がありました。で、今私は、後ろに向かうべきですね。東のエリア。で、これ、木陰、木陰ね。見つけるでしょ？で、ここで使うんですよね、サウンドカード。で、これをどう使う？おう、使うサウンドカード。あ、調べないといけないのか。あ、すごい手順が多いんですよね、これね。だってもうさっき来て読んでるのにね。もう何回も来て読んでるのに、これね。もう一回やらないといけないと。はい。で、とりあえず適当でいいのかな？はい、終わりましたね。ノリがいまいちだなと。で、聞くのをやめてですね。で、ここで、鼻を利かすらしいんですよ。おや、かすかに焦げ臭いぞ。で、もう一回かな？おろろ？で、調べるのかな？ジュークボックスを。何か書いてある。あ、おや？その他で、焦げ臭いぞって言ってますもんね。鼻聞かしましょう。おや、かすかに、これは必要なんですよね。おやおや、何か足んないのかな。叩く、あー、関係ないね。で、何か足んないみたいだね。まだ聞かないといけないのかな、ひょっとすると。じゃあね、使いましょうか、サウンドカードね。で、もう全部聞きましょう。はい、はい。あ、これあれだわ、テンキーで選ぶ。今の聞かないといけなかったかもわかんないね。この気のせいかな、これだけ短いみたいだなと。で、はい、で、聞くのやめましょう。この辺でやめとこう。サウンドカードを抜いてと。で、鼻を利かす。親かすかに焦げ臭いぞ。おー、ちょっと待ってね。あ、ただいまです。もうダメだ。ここでね、鼻を利かしたと耳を澄ますんですね。あの音は何だと。何かが爆発したような。西のエリアの方だけど。いやー、このシチュエーションを見つけるのは大変だな。総当たりだったらいけるんだろうね。じゃあ、これで移動しましょう。あ、もうかなり変わりましたね。個室前、ホール、公園、エアコン室、システム室、通信室。あ、システム室、通信室ですね。この場合は。おお、ドンピシャでした。ここはシステム室だ。さっきの音はやはりここだと。見ましょう。あ、ちょっとね、チラチラしてるのでお気をつけください。あ、止まってよかった。照明が壊れている。照明が壊れている。たくさんの傷がついている。小さな爆発が起きたに違いない。はい。で、床ね。コンソールの陰にエルサが倒れている。あ、これエルサさんがいた部屋か。機械の部品が飛び散ってる。あ、エルサさん無視になっちゃったね。で、調べましょう。火花。ケーブルが焼き切れている。よほどすごい電流だったんだと。はい。はい。で、調べる。で、エルサさん。かすり傷だけど気を失っている。
エルサさん声かけましょうか。ああ、声かけないんだね。髪切れ。あれはさっきエルサが隠した写真らしいと。髪切れ。ああ。で、じゃあ、撮れるんだって撮りましょうか。破片。これっていらないね。撮っても大した手がかりになりそうにないわと。切れたケーブルもそうだね。なので、写真だね。ひとまず持って行ってあげようと。ん？これは確かアモンのコンピュータネットワークの設計者、ポール・ロビンズさんだ。でもなぜエルザが？あれ、そんなポール・ロビンズさんの写真なんか出てきたっけ？一瞬私、ロイ君かなと思いましたけどね。まあ、この人そうだね。ここら辺はジーザスと一緒ですね。あれ、裏に何か書いてある。KC は SC4 か。何のことだろう。もう KC は SC4。あ、この辺はもう変わらずかな。このままじゃ何も聞けないと。あ、呼ぶのかな、じゃあ。いや、取れるもんもうない？取ったんだね。もう取ったと。呼びましょう。エルサさん、エルサさん。呼びかけるだけじゃ気がつかないぞ。あ、叩くのかな。エルサの頬を叩いてみようと。はい、で、呼んでみましょう。呼びかけ、叩いてないの？もう一回叩いてみよう。あ、起きたね。よかった、気がついたぞと。聞いてみましょうね。話は後だ。まずここから出ようと。いいのかい？調べなくていいのかい？エルサさん大丈夫かい？歩けそうだねと。あ、一応話しかけるんですね。じゃあ、その他。他のことをしている余裕はない。じゃあ移動しましょうか。まず通路に出ようと。まあ全然しっかりしそうな感じだね。いや、大変だったわ、これ。自分の部屋に戻って休みたいわと。うん、この方向でいいんだよね。まっすぐ行けば個室ゾーンよと。何か様子が変だ。伏せろと。おお。爆発は収まった。怪我はなかったか。おお。ありがとう、大丈夫よ。一体何が起こってるのかしら。システム室の爆発なんか、これに比べたら可愛いものだったわと。ひょっとしたらと。あ、今回の爆発の方がかなりすごかったということですね。はい。ひょっとしたらと。プロンティスのせいでアモンのコンピューターネットワークに大きな異常が起きたのかもしれない。それはそうと道が塞がれてしまった。個室ゾーンへは南通路から迂回していこうと。ふう、部屋までもう一駅だよと。あの音は何と。あ、メカクリーナーだわ。でもこんな時間に動くはずないのにと。あいつらさっきいるべきはずの部屋にいなかったと。様子がおかしいぞ。危ない、僕らを襲ってくると。エルサ、何か武器を持ってると。女性横型ピストルならと。貸してと。タクヤさん、えらい顔が変わっちゃった気がするんですけど、右下のこれね。別人な感じがするんですけど。でも、そう、お掃除ロボット、どんな武器使ってくんの？モップで殴ってくんのかな？ダメだ、弾が切れたと、この部屋に入りましょうと。で、ここが通信室ね。ドアをしっかり閉めてと。もうちゃんとロックしたよと。はい、見ましょうね、天井。別に変わった点はないなと。壁ね。さっきと同じ状態だと。床ね。爆発した様子はないわと。ないやか。これ私が言ったんだね。別に変わった点はないなとしつこく見ましょうね。さっきと同じ状態だと。爆発した様子はないやと。テレビ電話。僕はテレビ電話だといい男だと言っている場合じゃないと。はい、セリフ変わらないですね。はい、ファクシミリ。バイク連盟から僕にファクシミリが来てるぞと。おお、はい。それ見れるのかい？あ、見れないんだね。テーブルね。おや、下に何か落ちてるぞと。はい、テーブルね。おや、下に何か落ちてるぞと。で、椅子。昼間、オーロアが使っていた。あー、オーロアさんいたね。はい。あ、そうか、オーロアさんの会話してたね。で、落ちているもの。これはオーロアの暗号装置だ。こんな大切なものを落として、彼女気がついていないんだろうかと。ああ今ジーザス2が頭よぎっちゃったんですよね。ジーザス2と全く被ると思っていいんでしょうね。人間関係とかも。と思ったらなんかこの先結構見えてきちゃったね。ごめんなさい。あららららら、ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんしてください。なんか変なのが動いちゃった。ごめんなさい。はい、別に変わった点はないなあ。もう一発お待ちくださいね、ちょっとね。よいしょ。
調べる。で、落ちているもの。これはオーラ、あ、ここも変わんないね。聞きましょうか。プロンティスがメカクリーナーまで支配したんだろうかと。こちらが聞きたいは、プロンティスは人間を襲うだけだと思っていたのにと。そうですね。でもどうやって支配したんだろうと。案外知的なものかもしれないわと。まただと。また爆発音がね。静かになった。ちょっと外を見てみるよ。気をつけてと。また天井が崩れている。メカクリーナーは潰れて動かないけど、通路も塞がれてしまった。要するに私たち孤立したのねと。どうやらそうらしいと。連絡がつかないっていうことですね。天井見ましょうか。別に変わった点はないなと。壁も一緒で、床も爆発した様子はないやんで、イルサさん。どうしたのそんなに私を見つめてと。あなたは綺麗だけど、どうもそっけない、親しみないという評判だけどと。それは本当のあなたじゃないと。何か寂しげな感じがいつもあって、それが誤解されてるんじゃないかなと。自分では分からないわと。あ、口説きにかかってんだね。たくやくん。困ったもんだな。見てると昔の歌の文句じゃないけど、理性のバリアを張ってるようにも見えると。理性のバリア、うまいこと言うねと。でも理性のバリアじゃなくて思い出のバリアよと。ああ、そうかそうか。ジーザス2でも後半は彼女が。ジーザス2の場合は後半は彼女がヒロインだったんだね。ということは前半は玉蘭ちゃんなのかな。よくわかんないよ。はい。デイルスさん、もう一回見ましょう。クスッと。何かおかしいと。あなたの視線や態度が私の知っている人にちょっと似ているなと。もう亡くなられてるんですよね。ベリーニが亡くなってますからね、ジーザスではね。そんな感じになるとは思うんですけど、ちょっとネタバレというか、あ、でももうね、もう皆さんも大体私よりも分かってると思うんですけどね。もうジーザスやってるんで、ジーザスね、やったんで、ジーザスをね。はい、調べましょう。テレビ電話。僕はテレビ電話だと、ああ、もうこの辺は変わんないか。ファクシミリ見ることできないんですね。で、この辺は変わんない。あららららこれはオールマナー暗号装置。変わってませんね。呼びましょう。ここの機械で助けを呼ぼうと。もうやってみたけど、アモン全体が混乱しているみたいで、誰も電話に出ないのと。で、ジーザス2は、あれでしたね。宇宙服の無線を全部つなげて、というような感じになりましたけど、こっちエアロックまだ行ってませんけどね。いやでもこれね、ほんと背景画だけ見たらジーザスって言われたら、そのまんまやっぱジーザスと思ってしまいますね。背景画はよくできてると思います。で、呼びましょうね。ここの機会で助けを呼ぼうと。もうやってみたけど、セリフ変わんないですね。取る。テレビ電話。鳴っていない電話を取るのは無駄だと。ファクシミリ。何何？次のレースのエントリーを受け付けましただって、それまでにプロンティスをやっつけられれば良いがと。ああ、そうですね。おお、今度暗号装置まで飛んじゃうんだね。ここに置きっぱなしにするより僕が預かっておく方がいいだろうと。そうですね。じゃあ、でもどうやって支配したんだろうと。案外知的なものなのかもしれないわと。あ、これはなんか別でも言ってましたね。使う。武器になるようなものはないわと。もう一回。武器になるようなものはないわと。叩く？壁や床に八つ当たりしないでと。その他。しばらくこのまま様子を見ましょう。ああ、ということは移動もできないんだね。もう出ていけねえからね。もう一度よく見てみるよと。お？なんかあんの？今、通路を見直したんだけどと。どうかしたと。個室ゾーンや東エリアの方には行けないけど、格納庫の方へは、なんとか行けそうなんだ。ここにこうしているより、そうね、ダメでもともと行ってみましょう。体は大丈夫と。だいぶ休んだし、あなたが変わってくれたおかげで、大した怪我もないわと。じゃあと。ロサンゼルス FBI 本部。これ地球ですね。捜査官がね。部長、今朝踏み込んだマフィアのアジトで妙なものを見つけました。あ、何かねと。以前、アモンへの輸送船が遭難して、ウェイク島沖に、落下した事件がありましたよね。と。はもはも。マフィアの組織の更新録によると、
奴らは深海であの時行方不明になっていた輸送カプセルの回収に失敗し、カプセルを浮上させてしまったようです。輸送カプセル、ひょっとすると、と。そうです、先日この町で起きたガリレオ丸騒ぎ、あれに関係あるんじゃないでしょうか、と。そいつは関係終わりかもしれない。地球ボーイングにも地球大至急知らせて、わややと。もう SP って出たらもうやばいからね。この先が格納庫だと。困ったな、どうしたの。私の部屋に戻ればこの扉のキーがあるんだけど、個室ゾーンには行けないのよね、と。ああそうか、さっきコラリーと格納庫から出てく、格納から出るときオートロック予防をしなかったんだと。鍵持ってるって言ってませんでしたっけ、コラリーのね、文を言ってたと思うんですけど。体当たりぐらいじゃこれは壊れないわよ、と。エルさんの顔見れんのね。顔に鈴でもついていると。体当たりぐらいじゃ、セリフ変わ、変わりませんね。ドアを調べましょう。オートロックされているわ、というかね、異常なしよ、と。調べるではコマンド増えないのかな。見るは増えたと思うんですけどね。聞きましょう。おしゃべりしてでもドアは開かないわ。その通りですね。呼びましょうか。誰を呼んでもここまで来られないんじゃないかなと。取りましょうか。役に立ちそうなものはないわ、と。使う。カナルの木。カナルの木。そうだ、これで開くんだ、と。あなたがなぜそんなキーを、と。わけは後でドアが開くよ、と。あ、カナルさんのキーだったのか。格納庫へは来たけれど、これからどうすると。なんとかみんなのいるところまで戻って合流しなきゃと。その前に武器庫行ければいいんですけどね。確か武器庫がね、ここかここで入ってましたよね。彼女がもう一人別のね。コラリさんか。居住区と違って倉庫みたいね、と。はい。重いものを運ぶせいで傷がついてると。ああ、いい時間になっちゃいました。ごめんなさい。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。